こんばんは、BR チャンネルです。今回は自分に似合うパンツ選びについてです。今日はちょっと招待したいところがあるので、はい、どこですか？はい、すぐ着きますので、はい、はい、楽しみです。ここです。僕の家です。どうですか？お邪魔します。田舎ですけど、とっても素敵な感じがするんですが、はい、いやでもこうやって傘を一緒に、そうだね、はい、傘なかなか、はい、ちょっと時代劇っぽいですけどこんな感じです。何、自宅にプールがあるんですね。はい、プール僕好きなんで、はい、これを家建てるとき、これはねプールを作るっていうのは必須だったんですよ。じゃあどうぞ。はい、はい、お邪魔します。お邪魔します。ここがリビング1階になってね、こんな感じ。素敵なお家ですね。はい、まあ、ちょっとシンプルなんであんまり物ないんですけど。素晴らしいですね。なわけないですよねちょっとお借りしてた、今日はお借りしたんですけどこのためにね。もうやめてください、中村さん。まあ、 80% ぐらいの人はこれ最初から嘘だろうと思うんですけど、まあこんなところに住めたらいいなっていう感じかな。そうですね、はい、ではそういう感じで最初からドッキリで、はい、はい、でもそんな気分で。そうだね、はいはい、よろしくお願いします。今回は、はい、浴衣で着慣れない浴衣で、はい、でもとても似合いですね。首が長くてなで型だからどっちかとね、なるほど、和服の方が似合うと昔から言われてるんですけど、本当久しぶりに来たんで、はい、ちょっとねこう慣れない感じかな。新鮮ですね。もうバッチリですね。ありがとうございます。色がすごい素敵です。はい、とても気に入ってます。僕の好きな感じの色ですね。あ、よかったです。はい、では早速1問目に行きたいと思います。はい、パンツ選びに自信がありません。自分に似合うパンツ選びのポイントについて教えてください、はい、とあります。メンズもなんか最近は、はい、ブランド志向みたいなのがあって、やっぱりパンツも人気ブランドがこう数社あって、うん、そのブランドで買う人はね、うん、ずいぶん多くなってきたんですけど、うん、はい、ただまあ僕個人としてはおすすめするときに、やっぱり体型に合わないものはやっぱり良くない、うん、パンツはやっぱり体型に合うことが一番大事だから、うん、それをやっぱりブランドよりもそっちをこう主眼を置いてね、選んだ方がいいかなっていうのが今回の僕の、考え方なんですけども、はい、それをちょっとね具体的に、はい、今日は履いた人でこういう部分を気をつけた方がいいんじゃないかなっていうのをちょっと今日お話しさせていただければと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。では中村さん、お願いします。はい、じゃあちょっと実際に履いてもらったので、はい、まず最初にチェックするところが、はい、この小股っていうんですけどね、ここがね、うん、ここがこう綺麗にこうちょっとこうシワ出てますけど、はい、こういうのがねいっぱいこうバーってこう出る人がいるんですけど、うん、それはねやっぱ合ってないパンツなので、ここがだからこう綺麗にねスーッとこう、切り上がったような感じにね、こう見えると足が長く見えるし、うん、綺麗に見えるんで、綺麗にスッとこう入っていくような感じのものをまず選ぶのが一つのポイントです。はい、はい、でもう一つ、これ一つのポイントですね。はい、もう一つがこれね一つポイントなんですけど、はい、外人の人はねここに結構肉があるので、うん、パンツがこう引き上がるんですよね、こういうふうにね。あ、そうするとここがねこう綺麗につながるんですよね。なるほど。だから今モデルさんだとちょっとここにシワが出ますけど、うん、はい、理想的なのはここがねこういうふうに綺麗にラインがつながるものを選ぶといいんですね。それは女子も一緒ですね。同じです。女性も同じなんですけど、ここがねこう綺麗になると、随分ねシルエットがスーッとこう綺麗に落ちてパンツが綺麗に見えるんですよね。だここが重要なポイントなんですけど、今日はねちょっとモデルさんこれヒップがね合ってないっていうか、ちょっとちっちゃいので、うん、やっぱりこういう風に出ますけれども、うん、小さいとこうなるのと、あとはねお尻のこうなんていうんですかねラインとですねパンツが合わないと、ちょっとこう食い込んだりしたり、うん、こう下がったりして、うんうんうん、ちょっとねこういう風に出ちゃうっていうのは、このヒップの丸み、そうです、丸みとかラインですよね、うん、このパンツのこういう風なラインと自分のこの人 の体型が合ってるかどうかっていうのが一つポイントなん で、ね、これ後ろの股上が結構浅いと、はい、必然的にこう引き上がって綺麗になるんですけど、でこれね
あんまりここが短いと、はい、座った時に、はい、女性もこう引っ張られるパンツになりますよね。あります。ここをきれいにするためにこっちの距離を短くしてるから、はい、そういうものはね、こう座った時にこうぐーっと下がってきて、はい、履きにくいんですよね。だからあとこうあの見えてしまう。そうそう。だパンツの選び方も、はい、あの座ってる時間が長い人はやっぱり、うん、あの座り型のパンツを選んだ方がいいし、うんうん、立ち仕事の人はやっぱり ここをきれいに見せるっていうことでちょっとここの距離が短くてこう引き上がるパンツを選ぶときれいかなっていうのはありますよね。すごく勉強になります、はい、自分のパンツを選ぶときもそうですし、はい、パンツをこう作ったりするときにもそういうことをよくやるんですよね。あとは日本人はこのふくらはぎが張ってるので、はい、ここにねやっぱり当たりやすいのであんまりここ細いパンツでここに当たると変にこういうふうにシワが出ちゃったりするんですよね。それで O 脚なんで、O 脚が多いんで日本人は外側にやっぱり肉がついてるんであんまりねピタッとスリムなパンツでふくらはぎに引っかかると確かにそうこういうふうな、ね、線が、ね、出やすくなるんですよ、はい、だからあの今スリムなパンツ流行ってますけど、はい、ふくらはぎの太さとかも気にしながらなるべくこう綺麗に落ちるパンツっていうのはねあの綺麗に見えるんですけど今まあでもみんなねスーパースリムって言ってすごい細いパンツを、ねはい、好むから、はい、あの意外とねスリムな方が選ぶのが難しいっていうところですね。あとはねあの竹の話になりましたけど、はい、あのよく裾幅を履いたこの既製のパンツでね裾幅が太いとか細、うん、太いとかいう人もいるんですけど、うん、まあね大体こう、まあ、僕みたいに足が短いといっぱい詰めるからそうするとこう、まあ、裾幅っていうのはね、はい、広くなったりするんで、うんうん、やっぱりそれは全部お直しでね、うん、既製服の場合はきれいに直した方がいいからここの膝幅が気になる人は、はい、ちょっとこういうところをこう例えば詰めたりね、うんうんうん、するので既製のパンツ選びも大事なんですけど、はい、既製品の場合っていうのはその完成品じゃないの で、 そうです、ね、やっぱりそこから直して、はい、自分の体型に気に入った形に直す、はい、で当然ヒップがきつかったらヒップをちょっと出すとか、はい、逆に余ってたら詰めるとか、はい、それ直せるところはねなるべく直して体に合わせる。これすごくシンプルな、うん、いつか聞いてみたいと思ってた質問なんですけれども、はい、パンツって大体ものによるとは思うんですが、はい、どれくらいまで出せるんですか。もしくはウエストだとね大体3センチぐらいまで出せるかな、はい、で詰めるのは無限大なんですけどあんまり詰めるとシルエットが崩れるから、うん、ものすごいたくさん詰める人はねこの後ろと横の3つで詰める人も、ね、3方詰めっていうんですけどね詰めるんですね。まあ既製服の場合はやっぱり最大公約数であの綺麗に見えるものを買うというところがポイントでしょうか。はい、ちょっと深い話でした今日は。いやでもすごく分かりやすくて読者の人分かったでしょうかな。視聴者の人はね分かればいいんですけど、はい、すごく伝わったと思います、はい、よかったです。分かりやすかったです、はい、じゃ あ、 ありがとうこんな感じで大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。このチャンネルはあなたのファッションの疑問や悩みにメンズファッション界の大物ゲストの皆さんがお答えするファッション Q&A チャンネルです。あなたのファッションの疑問もこちらのアドレスにぜひぜひお寄せください。こちらのボタンでチャンネル登録してくださいね。毎週水曜日夜8時更新中です。ぜひご覧ください。ポイントの一つがこのね第1ボタン第2ボタン第3ボタンありますよね。あのここまあ締める人いるんですけど、うん、カジュアルシャツであんまりここを締めるとこうなんかここが窮屈になって見えるので、うん、まあ、好きが嫌いかは別としてあの僕個人としてはここを開けてもらって、うん、でその時に注意しなきゃダメなのがこの第2ボタンがあんまり下がってるとですね、うん、こう胸が開きすぎるんですよね。だからここのボタンの位置が結構重要であんまりここがねこうガバッと開かない感じで、はい、あのいいポイントっていうのがあるので、うん、ここをねやっぱり着て違和感がないものを選ぶといいかなっていうのは一つあります、